デモンエクスマキナをプレイしてみました。今回で15回目になります。今回のオーダーは前回と似たような感じでブラックロータス破壊作戦、こちらの2期目のブラックロータスの破壊作戦になります。それではスタート。兄貴から通信があったってのは本当か？落ち着け。連絡があったのは本当だ。クロンダイクがブラックロータスの座標を送ってきた。俺は行くぞ。誰が止めたって兄貴のところへ行く。落ち着きなって。ほら穴かんで。つうかどう考えたって罠じゃん。違う、兄貴が俺を呼んでるんだ。純章はどうお考えか。クロンダイクという男はとても頭がいい。ただ頭が良すぎて考えが読めないところがあります。指定された座標へ捜索に出ていた正体を向かわせている。そろそろ連絡があっていいはずだな。待たせたか。今指定された座標を観測できる地点だ。確かにブラックロータスだな。そうか。そのまま破壊オーダーに移行できるか。それでもいいんだけどね。これはちょっと僕たちの仕事じゃなさそうだ。どういうことだ。データを送った。確認してくれ。これは団長のアーセナル。それもフル装備の激ヤバ仕様だし。ちょっと前にブラックロータスへクロンダイク機が収容されたのを見た。で、その前にリーパーが陣取ってる。ちょっかい出してやろうと思ったらすげえ遠距離からバカみたいな精度で当ててきやがった。片付けてやってもよかったんだが、ただそちらさんに許可なくあの二人を殺していいもんかなってね。ああ、そうね。ちょっとあれかも。兄貴の敵は俺の敵だ。お前らぶっ殺すぞ。だから相談してんだろ。感謝しろよ。老兵同士の仁義ってやつだ。住所お願いだ。俺を行かせてくれ。クロンダイクと戦えるのか。これは何かの間違いだ。俺が行って兄貴を説得する。どうするんだ。さっさと決めてほしいね。僕たちは連中を説得するつもりはないぜ。私が行きましょう。説得するにしても殺すにしても私が適任です。任せよう。オーダーなんて関係ねえ。俺は兄貴に会いに行くぞ。彼も連れて行きます。クロンダイクを説得する材料にできるかもしれません。私たちが失敗したら追加オーダーをかけてください。ネームレス、お前いいやつだったんだな。致し方あるまい。あと一人だが。あ？うち？無理無理の無理。団長に殺されたくないもん。ではルーキー頼めるか。お前は一度ブラックロータスを破壊しているからな。経験者が同行してくれるのはありがたいですね。私からもお願いしたい。決まったみたいだな。じゃあ俺たちは帰還させてもらうぜ。そうしてくれ。おそらくあの二人もブラックロータスの影響を受けているだろう。一筋縄ではいかんオーダーだが不可能ではない。アーセナルの整備に入ります。レッドドッグ行きますよ。戦闘なんて起きないぜ。兄貴が俺を攻撃するわけがねえ。撃たずに済むなら撃たなくていい。だが万全の準備をしていけ。分かってるって。じゃあ後でな。嫌な予感しかしないけどね。ま、適当に頑張って。ヤバギなら逃げてくればいいんじゃない。作戦区域に到達しました。フェムト粒子の濃度は通常レベル。レーダーに支障はありません。機関機のデータリンク開始。正体の通信回線を開きます。オーダーを開始してください。
兄貴、兄貴、応答してくれ。どうして俺を連れて行ってくれなかったんだ。どうしてあの野郎なんだよ。レッドドッグ、落ち着け。すでに団長の射程距離です。レッドにネームレスか。名称にしては凡庸な婦人だな。いや、ルーキーがいるのか。兄貴、リーパー、そいつらと遊んでやれ。私はもう少しこのおもちゃで遊ぶ。ネームレス、撤退しろ。すでにお前たちをロックオンしている。残り少ない命をここで捨てることもあるまい。前期3回オーダーを開始します。マルケ、マルケ。リーパー機から過度のフェムト反応を検出しました。ブラックロータスの影響を受けているものと思われます。気をつけてください。ネームレス、お前のような生きる目的を持たない者に勝てる戦いではない。ではあなたには戦う目的があるというのか。予断を捨ててまで私たちは社会には馴染めなかったものばかり。私たちはここにしか居場所がない。兵器を生産し終えるためだけにここに。だがあなたは違います。なぜウエストセブンを結成したのですか。我々にオーダーを拒否する権利はない。分かっているはずだ。違う、あなたは何かに縛られている。よく喋る男だ。文句があるなら俺を殺せ。できるのか。もちろんそのつもりで来たのです。レッドドッグ、いい加減に前を見ろ。クロンダイクが出てこないのなら実力行使で引っ張り出すんです。できますか。できないのなら撤退しなさい。俺はやめるんじゃねえ。やってやる、やってやるとも。目標が防御体制に移行します。目標からアーセナルが出現。クロンダイク機です。兄貴、やれやれ、使えないな。息子一人の命のために信頼の厚かった部下たちを切り捨てるような男だ。やはりその程度か。黙れ、俺はまだ戦える。息子の命。ネームレスはお前相手では物足りなさそうだぞ。私がゲームを面白くしてやろう。どのくらい同調できているのか実際に試してみたいしな。すぐに死ぬなよ、面白くないからな。兄貴、ネームレスを殺せば俺も連れて行ってくれよ。まあ兄貴が言ってくれれば何だってって誰だって殺せるんだ。レッドドッグ、投げるつもりですか。弟よ、よくぞ言った。じゃあダメだ。どうしてだよ兄貴。ネームレスを殺したらだ。そういうのは殺してから言うものだ。お前はいつもクズだった。常に足手まといだった。もううんざりなんだよ。兄貴、お兄ちゃん、そんなこと言わないでくれよ。一度でいいんだ、僕のお願いを聞いてくれ。弟よ、そろそろ独り立ちしたらどうだ。一人で地獄へ行け。お兄ちゃん。目標へのダメージ蓄積が 50% に達しました。オーダーを継続してください。リーパー、ブラックロータスを守れ。これが破壊されればお前の息子の命も助からないんだぞ。アルティ、だったら役目を果たせ。少しで完成するんだ。ここは私のゲームだぞ。誰にも渡すものか。目標へのダメージ蓄積が 80% に達しました。いいか、質は下がっていく。システムの同調がずれたのだ。すぐに修正しなくては。
団長、いえリーパー、もはやあなたに勝ち目はありません。ここで屈するわけにはいかない。息子の命を救えなければ、何のために全てを捨てたのかわからなくなる。あいつだけでいいんだ。息子一人だけでも新しい人類として。そんなことだから私に負けるのです。私たちを捨ててあなたは弱くなった。あなたの息子を救うのはグリーフではない、あなた自身だ。しかし失敗すれば息子は助からん。そんなことはありません。エンプレス、どうでしたか。あなたの言う通り、暗号化されたメガデータの中にウエストセブンについての記録があったわ。リーパー、あなたの息子さん、アウター症候群ね、スカイユニオンに保護という名目で軟禁されている。そうだ、アウター化に肉体が対応しきれない。あと数年後には多分治せるわ。なんだと、今なんて言ったんだ。だから息子さんは治せるって。世の中全てのアウター症候群は治せないけど、私の能力で遺伝子解析をすれば、それに合った治療とこの地獄で得た知識を合わせれば可能よ。息子は治るのか。めんどくさいおじさんね、そう言ったでしょ。ネームレス、あとは任せるわ。じゃあね。俺は戻れるのか。私たちには旅団が必要です。そして旅団にはあなたが必要。私ではあの連中を束ねることなんてできませんからね。俺はしかし、あなたはただ命令すればいい。私たちは従うでしょう。それが私と旅団のみんなの望みです。リーパー、何をしている。そいつらを殺せ。私とブラックロータスを守れ。クロンダイク、俺はお前の言う通りその程度の男だったよ。何の話だ。裏切り者は所詮裏切り者だと言ったのはお前だろう。ブラックロータスの破壊だったな。その通りです。命令だ。オーダーを続行せよ。了解、塵も残さず破壊します。目標のエネルギー反応が急速に低下していきます。オーダーを達成しました。オーダー達成だと。まだまだゲームは続いている。お兄ちゃん、もうやめてくれ。俺は戦いたくない。ゲームを降りろというのか。バカな。劣勢なのは分かっているはずです。投稿すれば命までは取りません。ゲームの駒としては私はお前の言う通り劣勢だ。しかしゲームマスターの私にしてみれば、これほど面白い局面はない。ここからさらに面白くしてやる。ワクワクしてこないか。自分の命よりもゲームを選ぶというのです。クロンダイク、あなたは狂っているとでも言いたげだな。だが違う、狂っているのは私以外の全員だろう。お前だってそう思っているんじゃないか。なあお兄ちゃん、もうやめよう。なあ、勘違いするなよ。私は冷静だ。ゲームを面白くするのがゲームマスターの務めなのだからな。そしてゲームを楽しむのがプレイヤーの務めだ。わかるな。私を侮辱するな。敬意を示せ。覚悟の上か。ならば俺なりの敬意を捧げよう。電気、全兵装に弾薬を装填しろ。
ブラックロータスのコアを狙え。団長、やめてくれ。俺にやってきない。お兄ちゃんを殺すんだ。レッドドッグ、お前の兄は最後にたった一つだけお前のための助言をした。俺のため？独り立ちする時だ、レッドドッグ。兄貴、お兄ちゃん、俺はマスターは私だ。このゲームは誰にも渡さない。グリーフにもだ。で、私たちがいるでしょう。兄を思うなら戦い続けることだ。この戦いを最後まで見届けろ。そうだな、そうするよ団長。初めてお兄ちゃんより前を歩くのは寂しい。じゃあな兄貴。機関シーケンスを展開します。各機手順に従って帰還してください。無事に、オーダーを完遂することができました。で、やはりですね、グリーフは集めた傭兵をブラックロータスの制御とかに使っていたようです。ドラマパートの中でもこうそのようなことを匂わせる発言がありましたので、ね、で、今回は離反していたリーパーとクロンダイクが相手だったんですけども、リーパーはまた元のサイヤに戻りましたが、クロンダイクはそのまま散っていってしまいました。で、今回2機目のブラックロータスだったんですけども、もしかしたらまだ複数残っているのかもしれませんし、これで終わりかもしれません。まあ、どうなるか、どうなっていくかはまた次以降の動画でお伝えしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。シムスでした。